エンゼルスの大谷翔平選手は28日、ホワイトソックス戦に、2番 DH で出場し、5打数3安打で2試合連続の3安打をマークした。今月は6度目の猛打賞で勢いは止まらない。6月に打ちまくる大谷とは対照的に、苦しんでいるのがトラウトだ。この日は1回に大谷と2者連続3塁打を放ったが、その後は凡退、7点差がついた7回の守りで途中交代した。前日も休養日だったがネビン監督は、彼は多くの試合に出ているし、特に用心深く体調を管理しないといけない、と交代の理由を説明した。トラウトはここ2年連続でシーズン途中で戦線離脱しており、チームは同じ鉄を踏まないように神経を尖らせている。いくら不調とはいえ、トラウトが打線からいなくなれば、大谷へのマークが集中して勝負してもらえないことも増えるだろう。ネビンの采配には疑問だらけやわ。大谷先発でトラウト休養日、大谷に勝たせたくないように見える。もっと援護して楽に勝たせたれや。休んでも勝てる可能性があるのは大谷だけやからちゃうか。大谷以外は大量の援護点が必要やが、大谷なら少ない援護で勝てる可能性が高いって考えとるんやと思うで。それは大谷の成績ファーストが強い考え方やな。チームの勝利数をより多く稼ぐために、誰が先発の時に休養させるのが一番なんか考えたら大谷の時よ。昨日の試合が答え。守備負担の多いセンターやしゃあない。打撃専門ちゃうしシーズン終盤なら下げんかもしれんがまだ無理する時じゃない。ワイはネビンは慎重にようやっとると思うわ。故障のリスクを考えてトラウトを下げるのは100歩譲ってしゃあないとしても、何でもニアップとか当てるの打力のあるメンツを入れんのや。確かに守備は不安やろうが、大差がついた負け試合が使うチャンスちゃうんか。当てるはもうおらんで。トラウトには休みが必要なんよ。スペ体質とまでは言わんが近いものがある。大差がついたら休ませるし定期的な休みも必要なんやろ。昨日人一倍働いた人を差し置いて昨日も休んだ人に休みを与える意味がわからんわ。今日の試合もトラウトが下がっとらんかったら終盤にもっと期待感を持てたのは確か。大谷がワーカホリックすぎるだけや。